今回の動画は私の部下が見たら爆笑するんじゃないかなという動画になっています。皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは話しかけやすい人9つの特徴です。こちらの書籍、なぜか話しかけたくなる人、ならない人、この書籍を読んで今回9つの特徴を話したいと思います。はっきり言います、話しかけやすいね横山さんと言われたことはほぼありません。ほぼない。もう10年以上お付き合いのあるような方でも未だに話しかけづらいんですよね、横山さんって。いや、なんでかなと思うんですよね。いや、正直いろいろ努力してるはずなんだけど、もう本当にいろんな人から言われます。近寄りがたいとか、こっちから近寄っていかないとなかなかね近寄ってくださらないし、近寄っていくとこう後ずさりする人もねいるわけなんですけど、この書籍を読んで、ああ心当たりありました、ありまくりです。で、この書籍の第1章に書かれてある話しかけたくなる人、9つ特徴が書かれてあるので、これね一つ一つ読んで、で自分に当てはめて考えてみたいと思います。皆さんもね聞きながら、自分は大丈夫かな、自分はちょっとまずいかなってこうね受け止めていただけたらいいかなと思います。話しかけたくなる人になった方がいいですよね。何かと絶対そっちの方がいいです。とにかく近寄るなと、距離を置きたいんだみんなと、そういうふうに思ってる人はね、一時的にそういうねシチュエーションってあると思うんですけど、普段からずっと死ぬまでそうしたいっていう人はそんなにいないと思うんですよね。特にこちらの YouTube チャンネルは余財管理大学というわけですね。目標の2倍の余財をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法が余財管理です。余財管理に興味がある方はぜひ概要欄から3つの資料無料でダウンロードできますので、ぜひ今すぐやっていただきたいわけなんですけども、目標の2倍の余財を仕込むためには当然多くのお客様と接しないといけない。多くのお客様からいろんな情報をね引き出さないといけないですよね。あ、ここのお客様には余財がある、あ、ここのお客様にはそんなにないかなって、余財の埋蔵量みたいなものを知るためには話しかけたくなるような人じゃないといけないじゃないですか。話しやすい人じゃないといけないですよね。いろんな人に教えてもいいんだけど、君には教えたくないみたいな、そんな感じになっちゃったらいけないじゃないですか。なのでやっぱりね、マネージャーとしてもそうだし、上司と部下の関係を良くするっていうこともそうだし、そしてお客様とのね関係を良くするためにも話しかけたくなる人になった方がいいですよね。それでは1つ目から9つ目までちょっと喋ってみたいと思います。読んでみますね。1つ目、穏やかな人には話しかけやすい。はい、穏やかではありませんね。だってもう最初からもうまくしたてる感じでしょ。穏やかではありません、はっきり言って。もう朝から寝るまでアドレナリン全開です。睡眠のなんか指導を受けるんですけど、横浜さんはねまず落ち着け、日中ギンギンすぎる、これなんとかなんないのっていうふうに言われますからね。皆さん穏やかでしょうか。穏やかだったらまず OK。 2つ目は目が合うと話しかけやすい。目合わさないですね。今だったらね目合うかもしれないんですけど、それはね相手の目がね見えないからですね。私は例えば今こう応接間にいるわけなんですけど、応接間にこうね人がいてもあんまり目見ないですね。研修やってる時もあんまり目合わせない。だから実はオンラインのセミナーの方が得意なんですよね。皆さんどうですかね。だから例えば飲み会とか、あと異業種交流会とかでもなんとなく目を伏せてたりとか、なんとなくこう壁見たり天井見たり、最悪なのはこうスマホ見てる感じですね。こうスマホずっと見てたまにこうねこうやってやってる感じの人に誰が話しかけます。かけませんよね。話しかけてくるなよ、忙しいんだからって、もうそういうオーラばっかりですよね。で、私かなりやります。はっきり言って。これなんでかっていうと、話しかけられないんですよ。大体、どこに行っても。なので、言い訳したいんですよね。だから、こういう感じにしちゃうんですよね。私が話しかけられないのは、まぁ、ちょっとね、忙しいからなんだっていう、こうね、パフォーマンス出してる感じですね。だって、どうすかみたいな。なんかないっすか、ん？ってこう、いろんな人にこうね、目をこう合わせようとしてるのかならず、こう、全く話しかけられないんだったら、周りからね、クスクスってなるじゃないですか。なので、そうしちゃうんですね、あえて。なんとなく微笑んでいると話しかけやすい。微笑んでないかもしれないですね。先ほどのような感じで、こう、どちらかというとね、こう、眉間にしわこうですね、こういう感じ。もしくは壁とかね、ここ見てたりとか、こういう感じでいるかもしれないですね。話しかけやすくないですね。まあだから皆さんも普段からお仕事をしてるときに、やっぱりちょっとね、柔和な感じの表情をされた方がいいですよね。続いて、話を聞いてくれる人には話しかけやすい。まあどっちかっていうと喋る方ですね。かなりグッと気合を入れて、こう質問ね、テクニックを出していくと、まあ相手から話をしやすい雰囲気にすることはできますけど、多分相手は分かってると思います。あ、横山さん、テクニック使ってんな、みたいなね。もう気抜けてるときはもう、こう言っちゃう方なんでね。続いて、絶対に否定しない人には話しかけやすい。あるよね。
もう完全にどんな話をしたとしても、おーおーおーいいよ、いいよね、間違いない、間違いない。そういう意見もあるよね。確かに確かに。だよね。で、イエス、バットもないですよ。うん、わかる。だけどさ、もう言わないです。イエス、バット法じゃなくて、イエス、アンド法ってあるんですよね。ああ、そう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 、そうそうだよね。でさ、みたいな。でさ、佐藤さん、みたいな。こんな感じだったりすると、まだ柔和な感じがしますよね。続いて、話題が豊富な人には話しかけやすい。これはいいんじゃないでしょうか。ね。山本さん、野球好きですよね。ああ、野球好き。サッカーも結構見、ああ、サッカー、まあ普通に見ますかね。結構チェックしますよね、ヨーロッパサッカーも。スポーツに関しては全般的にまあまあ好きですし、まあ新聞もよく読みますしね。芸能界のことも結構知ってますしね。細かいことは知らないですよ。あそこの山とか登った時の感触どうですっていうのは登ったことねえなっていうのがあるので。だけどまあ、表面的なことだったら結構知ってる感じなので、しかも情報発信意外とね、してますから、これは結構クリアしてるんじゃないですかね。続いて、得意分野のある人には話しかけやすい。得意分野あるんじゃないかな。私は。どっちかっていうと。うん。SNS とか結構得意ですよ。得意。うん。多くの人がチャレンジして、そんなにうまくいってる人っていないですから。はっきり言って。めちゃくちゃインフルエンサーにはなってませんけど、得意分野はまあ SNS もそうだし、それ以外も結構あるんじゃないかなと思うので、何々といえば横山さんみたいなね。皆さんの中にもありますよね。この技術に関しては誰々さんが得意だからと。なので、この件に関してはあの人みたいな。そういうのがあるといいですよね。続いて欠点がある人には話しかけやすい。欠点あるんだけどな。だから結構欠点はいろいろとメルマガだったりそういったところでも発信してますよね。続いてちょっとした変化がある人には話しかけやすい。変化ありまくりです。いろんなことチャレンジしてます。そのチャレンジしたことはどんどん発信しています。これが全部で9つということで皆さんどうでしょう。変化とかね、それは結構意識して情報発信すると皆さん話しかけづらいってことはなくなるんじゃないかなと思いますね。最近こういうことやり始めたんだ。実はね、うちの家庭こんな変化があったんだよっていうことをね、皆さんにお伝えする。ぜひ皆さん話しかけやすい人になっていきましょう。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの予裁管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。